はい、今回はですね、酢豚とかね、肉団子の甘酢なんかで使う、甘酢あんですね。これの作り方というか、その、分量、割合ですね。これをちょっとやってみたいと思いますね。ちょっと簡単なんでね、こう覚えておけばね、すぐにちゃちゃっと作れますんで、一度やってみてください。まずね、お酢ですね、こちら、50cc です。これお酢ですね、 50cc。 次にこちら濃い口醤油です。今回これキッコーマンの濃い口醤油ですね。お酢と濃い口醤油が 50cc ずつ入りました。次にお砂糖ですね、甘酢ですからね。これを 50g、 これね、1対1対1と覚えておいてください。基本的にお酢と濃い口醤油と砂糖1対1対1の割合ですね。正確にグラムにするとね、若干ずれるんですけど、酢1、50cc、 濃い口醤油 50cc、 砂糖 50g、 こういう感じで覚えておいてください。あとそこにですね、ケチャップ、これ 20g です。あとここに紹興酒、これを 20cc、 紹興酒ですね。こちらですね、紹興酒。これを 20cc ですね。これでね、もしね、長期保存したいときは、この状態で、これをまずね、鍋かフライパンに入れて一度沸騰させます。沸騰させることによって、酢がね、角が取れてね、まろやかになりますんでね。保存しときたいときは、この状態で保存してください。あと、ここにですね、こちら、中華スープですね。鶏ガラとかいろんなありますけど、今回こちらですね、この魔法の調味料ウェイパーですね。これを溶かした150cc の水に、ウェイパー 3g だけ入れて、ちょっと薄めですね。あまり濃いとね、このスープの味がとこの甘酢がでちょっとね喧嘩してしまってね、美味しくなくなるんで、薄い中華スープを作ってくださいね。これが 150cc です。それをもう入れてしまいます。これもしスープない場合はね、水でもいいです。水でもいいんですけど、ちょっとまあ何か中華スープの素があればちょっと入れたらね、旨味がアップしてね、美味しくなるんで、もしあれば入れてください。なければ水でも大丈夫ですね。はい、これでもう甘酢の素完成ですね。これを先ほど言ったように、フライパンに入れて一度沸騰させて火を止める。そしてあと、まあ酢豚にするなら豚肉を、まあ、唐揚げみたいにして、あと、肉団子であったり、まあ、鶏でもできますね。いろいろできますけど、これがその甘酢の素ですね。これに片栗粉を、ね、入れてとろみつけるんですけど、甘酢あんなどの中華料理ですね、あれする場合は、あんは割とね、きつめにします。片栗粉でとろみをつける料理の中では、割としっかりとろみをつけて、材料にまとわりつくような感じですね。とろーっとな、さらーっと流れるんじゃなくて、しっかりドロッとした感じで、あんが具にこうまとわりつくような感じにしっかりととろみをつけますね。あと、まあ、仕上げに最後、ごま油を、まあ、数滴ちょっと垂らせばね、風味が出てね、美味しい甘酢あんの料理ができるんでね、これすごく簡単なんで、一度やってみてください。またね、酢豚の作り方とかまた、後日動画でアップしますのでね、これと全く同じものを使いますんで、またそれも見て、参考にしてみてください。以上です。